どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、3分リズムトレーニング始めていきましょう。今日取り上げたいリズムはこちら、ガズペジオです。これ結構深いですからね。テンポは100で3分間、一緒にやっていきましょう。 C 押さえてください。 1,2,3,4。 これね、難しいんですよ、このリズムは。このメトロノームの音とガズペジオの音が全部ね、シンクロするんですよね。パン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 ね。なんで、合わせるのちょっと難しいです。次は Am。 力を入れない方がいいですよ、もちろん。優しく、奏でてください。早くなっちゃいがちですからね。 Em7、 このリズムより、このメトロノームよりちょっと自分の音が後ろに来てると気持ちがいいです。F。 この味わってくださいね、このリズムを。 Am。 どうですか、結構難しくない？ C です。このメトロノームにぴったり合わせてやろうって思わずに、一緒に遊ぼうねみたいな感じで戯れるのがいいと思います。 Dm。G7。 次は C7 行こうかな。いい気分でやるのがポイントです。ガチャガチャしすぎるとちょっとこのリズム台無しですからね。 F。 E7。ゆったり気分で C。 次ちょっと早いコード回ししようかな。じゃあ F からいきます。 1,2,3,4。 G7、 Em7、 Am、 F、 G7、 C、 Am、E7、 C、 A7、 Dm。 次は F いきます。溜めてよ。 G7、C 行きましょうか。 C で終わりましょう。はい、いやー、このガズペジオはちょっとかなりこれレベル高いです。メトロノームのカッカッカっていう音とタントンタントンが一緒なんで、ここがねどうもやりづらい。それをね、なんとなくこう柔らかく包み込むようにやるのがいいと思います。さあ、今やっているこのガズレレでね、やって3分リズムトレーニングシリーズがあります。詳しくはですね、概要欄の解説というか概要を概要欄に貼っておくんで、ぜひご覧になってください。他にもね、いろんなリズムでこの3分トレーニング、動画上げてますんで、ぜひ皆さん今日1日3分ね、どのリズムでもいいんでやってもいただくとですね、知らないうちにですね、このリズム感がねめっちゃアップしてると思いますんで、楽しみながらやっていってください。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。